みなさん、こんにちは。この動画は防災ピピットダンスの解説動画です。動きのポイントやコンセプトについてお話ししていきます。このダンスでは3つの防災の心構えについて学んでいきます。3つの防災の心構えは、その1、災害が発生した時にすぐに動けるように備える。その2、危険や備蓄について確認する。その3、助け合いの精神を持つことです。このダンスでは A、B、C、 3つのセクションの繰り返しで構成されています。セクションを一つずつ説明していくので、画面の前で一緒に踊ってみよう。ここで皆さんと一緒に勉強する安心の森の住人 AJ を紹介します。 AJ、 それでは AJ と一緒に3つのセクションを学んでいきましょう。画面を鏡だと思って方向を真似して動いてね。まずはセクション A です。セクション A のコンセプトは、周りの人と助け合うです。災害が起こった時には一人で行動せず、家族や地域の人と助け合って行動しましょう。それでは動きの説明をします。まずは手をつなぎます。次は手を上に、足を前に出していきます。右足からせーの、右戻す、左戻す。この動作を2回繰り返します。もう一度、右戻す、左戻す。次は右に跳ねて移動します。一緒にやってみましょう。せーの、ぴょん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 。手を叩きます。今度は左に跳ねて移動します。せーの、ぴょん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 。手を叩きます。パッチン。できましたか？それではセクション A をつなげてやってみましょう。まずは手をつなぎます。右足からせーの、右戻す、左もう一度、右戻す、右へ移動するよ。せーの、ぴょん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 。手を叩きます。反対、ぴょん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 。手を叩きます。パッチン。いい感じです。次はセクション B です。このセクションではアメリカで開発された地震から命を守る3つの動き、シェイクアウトを学びます。シェイクアウトの3つの動きは、まず低く頭を守り動かないです。地震が起きた時はすぐにこの動きができるように練習しましょう。ダンスでは亀をイメージしてやっていきます。それじゃあ真似をしてね。まずは右手から頭を守って、守って、キュッとしゃがんでピタ。この動作を3回繰り返していきます。あと2回、せーの、守って、守って、キュッとしゃがんで、最後、守って、
守ってキュッとしゃがんでピタ。次はこの姿勢からずんずん起き上がってシェイクアウトで両手を大きく開きます。それではセクション B を続けてやってみましょう。まずは右手からせーの、守って守ってキュッとしゃがんでピタ。もう一回守って守ってキュッとしゃがんでピタ。最後守って守ってキュッとしゃがんでピタ。そこからずんずん起き上がってシェイクアウトで両手を開きます。いい感じです。セクション C のコンセプトは身の回りの危険や災害が起こった時に必要なものを確認しようです。まずは右手の人差し指を準備してお空に向かって確認しますのポーズをします。次に高く上げた手で体をひねって左を確認します。確認したら両手を胸の前に持ってきて安心と胸を2回叩きます。反対も左手で体をひねって右を確認します。戻して安心、もう一度左安心、右安心。次はゆっくり左腰右腰。最後は両手で前を刺して安心、シェイクアウトで両手を大きく広げます。できましたか？次はセクション C を続けてやってみましょう。まずはお空に向かって確認しますのポーズをします。次は左を確認安心、反対も右安心、もう一度左安心右安心、左腰右腰。最後は前安心、シェイクアウト。いい感じです。前奏や間奏ではリズムに乗って跳ねてみよう。 AJ のポシェットには安心の種が入っています。間奏の時に種まきをしてね。どの動きも簡単なので真似して一緒に踊ってみよう。これでセクション A、B、C の解説を終わります。皆さんどうでしたか？通して踊りたい人は通し動画を見てね。それじゃまたね。バイバーイ。